はい、今ひーちゃんとカンナムの家を出発して、今からラミチェヒーフカ、あのこの間覚えてる、なんか行ったじゃん。ねえ、ママさ、こんなに晴れてると思ってなくて、日焼け対策してないのね。やばくないこれ、ちょっと 島から来すぎた、なんか慣れすぎたね。韓国ってサングラスしてる人あんまりいないんだね。持ってきてないけど、とにかく今ね、ネバーナバーマップでバスで行こうと思って。今日は見て、これでタッチしてみる。左タッチして乗るんです。これで、ね、これどのバスに乗るの。360ってやつらしいよ。360サノレ。やっぱ Google マップは使えません、その徒歩のルートとかでは。サロっていう名前。やばいよ、12時58分だよ今これに乗って。急ぎましょう。はい、ヒート、どうですか韓国、すっげーやばくない？はい、まあ、これでタッチしてみる、これで。オッケー、これつけて。東京って感じだからね。スイカみたいな感じだよ、これは。チャージできるの。チャージできる？充電できるの、ちゃんと、毎日。韓国って日本って感じだね。何喋ってるかみんなわかんないけど。バス停どこ？で、これ100円だけ入れたんだよ。こんな感じ。大韓なんとかなんとか乗車、わからん。ちょっと行ってみよう。ヒート、これっぽくない？これっぽい。これバス停だったらすげえ最新なんだけど。最新だわ。あ、違くない？いや、バス停よ。早く翻訳して。あ、バス停、バス停、これは、あ、これバス停だわ。本当？740、360と341。あ、341あるじゃん。どれ？次？書いてある。どうすればいいの？どうしよう、ヒット。341って書いてあるから乗ってみね。もう読めないよ、無理だよ。乗ろう乗ろう乗ろう。わかんない。700円。いや、これ、ちょっと座ってよ。700円。え、全部？こっち、ここ。700円って書いてあったよ。え、待って、やばい、これヒート。え、逆に乗ったかも。はぁ、マジでマジで。降りないと、次降りないといけない。逆だよ。え、お金も無駄にした。え、でもあれじゃないの、これってさ。え、逆じゃん。やらかしてるよ。どうやって降りるの。ヒント押すときはいいんだよ。そんなことある？降りるでしょ？もう終わっちゃう。340は帰りじゃないの？でもこれだって涙合ってるよ。あ、ほら、うちらさ、これさ、反対側なんじゃん、バス停そもそも乗ったのが。そういうことです。はい、ちょっとどうなるか。え？これ反対側行けばいいんだよ、いいと。多分、そういうことだよ。早く早く、どっか渡る、どっか渡れないの？信号ないの？信号なかったらもう渡るくない。え、待って、そこ信号じゃない？交差点。あ、ここ自分の位置どこだよ、信号。マジでやばいっしょ。あー、バンカヤン終わったやん、バンカヤン、バンカヤン終わったやん。信号じゃないし、やばい。あ、やっぱあっち側に渡って、ちょっと戻る。どうしよう。え？ヨッサム駅で。お金無駄。ヨッサム駅で乗るしかない、ヒート。また？え、また。どういうこと？歩いてくの？ヨッサム駅まで。違う違う、バス360っぽい。反対側、だってどう考えてもさ、なんか普通に考えて、普通に考えてこれは分かったよね。絶対反対がなんかおかしいなと思ったのが思って。そりゃね。そりゃね。そりゃうちらが悪いよ。なんなのこの暑さ。ちょっと暑くない？横断歩道ないんだけど、ヒートやばくない？やばい。はぁ。タクシーで行く？いや、ここはちょっとこれで行こう。ここはちょっとこういうの楽しいでしょ。ね、こういうの楽しいんで、ちょっと楽しみます。安いし。めっちゃ都会だよ、ヒート、なんか。
表参東京のだね、マジで。どれに乗ればいいの？え、あっち側、あっち側のあのバス停。あっち側のどれでもいいの？いや、わかんない。ちょっとやめようよ、どれでもは。確かに。マジで予約の時間があるから、360と341だって。また341？うん。いや、方角的にはこれ真っ直ぐ後ろなんだよ。あー、暑い。とにかく晴れててよかった、行きましょう。え、てか横断歩道ないよ。ここ横断歩道だよ。行こう。今反対側のバス停に来たんですけど、書いてだけで俺じゃなくない？いやでももうこれに乗るしかなくない？あっちもバス停。またいいよいいよ、ここで乗るしかない。あ、146はダメ？ダメだね。146はダメ。急カーブのさ、ダメだね。これもなんかバス来すぎじゃない？うん、やばくない？あ、ほら、ここに書いてあるじゃん、ほら、341とか。360と341のがないといけない。え、なんかこんなにバスあるよ。見て、2階建てバスいるよ。3400。これは違くない？ハワイかよ。トロリーじゃん、もう。トロリー読めねえ、マジで。カンナの英語やばくない？3400と340と違うの？あ、違う、360と341。なんか、希望の光がいる。340だね、あれ。マジで？違う違う、てかバス来すぎじゃね？やば、もう一台後ろへバスいるし。2000、やばくない？青だ、青、ヒート。え、じゃあさっきの嫌いの一応いい。マジこれ分かりますか、皆さん？9303、9303。え、360来た？後ろ。ほんと？うん、ほら、青青見て。ほんとだ。あれ乗ってみましょうか。もうやだ。え、でもこの道まっすぐ行くと着くんだよ。うん、まっすぐでも無理やな。あれ乗ってみようか。これっぽくね、青だし。まあ、これに乗って違かったらもう諦めて、それはタクシーなの？いちいち。え、0円って書いてあるよ。だよ、だから、その1時間以内だったらいいんじゃないの？あ、もういいや。はい。え、1時間以内だったら無料なの？うん、じゃない？調べて。お、お、な、見て見て見て、ナビが正しい方向に起動し始めたんじゃない？どう？動いてる。あ、止まるやんないと。数えて。違うよ。あ、違う。どこまで行くの？イエス様？もう一回戻んの？さっきの場所。違う違う違う。8個目ね。8個目？うん。で、着くの？うん。で、今回は私たちはまた、なんだっけ、あのデシムの飲酒目で、私は無制限にやっといてよかった、こんなに使うなら。ね、15日間無制限でいくらだっけかな、5000円ぐらいかな、いいな、無制限のにしました。ひーちゃんは、うん、10日間で10ギガと5日間で10ギガ、あれ、うん、とにかく20ギガありますので、とりあえずこういう動き出したので一回ちょっと落ち着きましょう。おそらく次じゃないかっていう。ひーちゃんがピンポン押したんだけど、多分ね、ここっぽいよね、多分ね。あ、あれ、ダイソーじゃない？あ、見える。ちょっと頭上げてみて。みんな見える？え、どれ？ちょっとナビでダイソー開いてみ。とりあえず急ぎますね。時間押せ。すごい、これ。0円。え？0円でした。0円じゃないんじゃない？え、今0円だったよ。残り7000円だったもん。マジで？残り790円。変わってない？変わってない、さっきから。よかった。さあ、今
そうそう、え、よくない？無料でバス乗れるんだよ、ここまで。ね、これセミ？うん。ママ？ってことはさ、俺さ、ロッテまでこれで行けるじゃん、無料で。時間だもんだって。でも前バス乗れるの一人で。まあ、頑張るか。乗れそうじゃない？乗れそう。とりあえず今からラミチェヒープカに行きます。何あれ？フェムタワー。あー、don't know.